加藤チャンネル、加藤ちゃん。今日はもう20年以上ですね、世界50カ国以上、もう100地域、それ以上ね、回ってますね。そこで様々な生き物に出会って記録してきました。私が出会った世界の生き物たちをご紹介したいなと思います。一番最初は、あ、やっぱり私が大好きなコモドオオトカゲ、通称コモドドラゴン、まあ、竜のような、まあ、伝説の生き物ですね。世界いろいろ見てきましたけれども、一番衝撃的でしたね。世界最強のトカゲと世界最強の爬虫類言ってもいいかもしれませんね。まずはでかい、動きも素早い、攻撃的で、さらに最近の研究では毒を持っているということも分かってきました。日本のトカゲだったらちっちゃいですよね。10センチ、20センチのもちょろちょろ。まさか3メートルを超える巨大なトカゲがいるなんて。襲う動物、鹿、イノシシ、水牛、そして人間、人間を食べる爬虫類、なかなかいないですよ。コモドオオトカゲについてね、知ったのは小学校の頃ですね。テレビで見ましたよ。見に行きたいというよりかは、一緒に暮らしたいなんて思ってましたよ。まあ、今思うとね、ちょっと無茶なこと考えていましたが、まあ、大きなコモドオオトカゲに、乗りたかったし、ね、仲良くなってみたいなと思いましたからね。ヘビに夢中になっていたら、後ろから襲われそうになりました。尻尾はブーンと来ても、まあ、ジャンパジャンパジャンプすればいいですよね。太さこのぐらいですよ。どうこのぐらい。だいたい今から20年ぐらい前ですね。私は学生の時にコモド島に行きました。コモドトカゲはインドネシアに分布しています。インドネシアでも限られてしまうんですね。コモド島、あとはリンチャ島、その周辺の島ですね。個体数は3000匹ぐらいと言われていますが、正確な数は分かりません。島のどこにでもいるわけじゃないです。山の頂上にはあんまりいないですね。山のふもとにこういった谷間ですね、谷間、木が生えているようなこんなところにコモド島のコモドオオトカゲ生息しています。そこから船を使って、島に近づいたんですが、島が見えた時にはやっぱりドキドキしましたね。緊張しましたね。上陸するには砂浜、ここに船をつけています。上陸して、まずは、国立公園なので、自由に動けないんです。登録をしてレンジャーと一緒に山に入っていくことになりますね。まだまだどこにね、コモドオオトカゲが潜んでいるかもあまり把握できていなかったですが、結構危ない道入っていきましたね。このようにね、腰ぐらいの高さにあるね、草生えてますけどね、この中にコモドオオトカゲが潜んでいると食べられちゃうんですよ。実際に泳ぎに来たヨーロッパ人がいたそうなんですが、浜辺に服しか残ってない、海に泳ぎに行ったのかな、引っ込み帰ってない、海で日光浴とかね、まあ遊んでた時に襲われたんでしょうね。それから村の子供たちが食べられて、村人も襲われたりして、怖い生き物なんでしょうね。やっぱりレンジャーと一緒に森の中入っていくわけです。いろんな痕跡をね、見ることができます。浜辺にはね、足跡、この歩幅からどのくらいの大きさかっていうのがね、推測できるので、2メートル超えるでかいの来てたなとか。だいたいコモドオオトカゲは日中、まあ、朝一で、沿岸部、ね、うろうろ歩いて、そこで死んでる生き物、魚なんかも食べたりしますね。あとは巣穴もありましたね。巣穴掘って中に潜んでることもありますね。いろんな痕跡を見ながら、見つけながら、森の中に入っていくと。で、コモドオオトカゲに出会う。なかなか、普段見ているトカゲとはサイズが違いますからね。びっくりしましたよ。特に爪、大きいですね。そして太くて長い尾。その尾の威力はとても強くて、特にで犬の前足を折ってしまったと言われますね。攻撃的です。ねえ、私がコモドオオトカゲに近づいた時に、
クワッとね噴気を出して、ブンとね、振り回してきましたからね。あれに当たっていたら結構ね痛かったんじゃないかなと思います。今までコモドオトカゲ毒はないと言われていたんですが、最近の研究で毒を持っていることが分かりました。血が固まらないような成分があって、噛まれた部分からどんどん血が出てしまうんですね。それで貧血になって、死んでしまう。ヘビ毒に似ていたりもしますけどね。血小板固まらないようにする作用がある、そんな毒ですね。実際にコモドオトカゲが獲物を仕留めている、ね、姿は見ていませんが、実は森の中で水牛を、ね、食べていた、そんな姿は見ました。もう水牛は骨だらけになってましたけどね。コモドオトカゲが群れて、漁ってましたね。後ろに見えるのがコモドオトカゲが食べている水牛です。背骨があるんですけどね。あばらがあって、でここでむさぼっているコモドオトカゲ、お腹ポンポンですね。お腹いっぱいになったコモドオトカゲ、鼻息までね感じることができるほど近づくことができたんで、とてもいい経験でしたね。興奮したら鼻からね大量の息を吐いたりしますね。時速は18キロぐらいと言われていて、私たちが走って逃げても、ギリギリ逃げ切れるか、捕まって食われちゃうかですが、コモドオトカゲの、ね、攻撃っていうのは待ち伏せ型なんです。近く獲物が通ったらそこにまず一発ねガブッと攻撃をするわけですね。その後せっかく噛みついたのに獲物を離しちゃうんですね。なぜかというと、もうその時に口の中の毒を注入できているので、コモドオトカゲはそこから無理に追う必要ないんです。毒入ってしまうとどん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 血液が流れてしまって、足を止めてしかも横になったところをガブッと食べるわけですね。賢いハンターですね。だいたい100キロの体重があるんですけれども、一度に体重の 80% 80キロ食べることができると言われています。人をねペロッと食べてしまうっていうこともよくわかります。青ハブがいたんですね、木の上に。珍しくて写真を撮っていたんですよ。でコモド島には毒蛇とかもいて、私観察したんですね、毒蛇見つけて。そしたら後ろから襲われそうになりました。毒蛇の先にコモドオトカゲの姿は見えていたんですが、この距離あるからいいだろうとね、蛇に夢中になっていたらコモドオトカゲがね遠回りして私の後ろに接近してきていたんですよね。それに気づいて、レンジャーがね加藤って呼んでくれた時にはもう間近に来ていて、その時ちょうどアオハブの写真撮ってたんで、襲おうとしたコモドオトカゲの写真も撮れてますけどね。本当に近くまで接近されたのでボケてますよ、ピンとなってないですよね。 2.5 メートルぐらいですかね。こんぐらい、もっと顔だけでこのぐらいありましたからね。太さこのぐらいですよ。どうこのぐらい。レンジャーがそうです、この棒で撃退してくれた。で怒ってますよね。これで鼻をちょんとやってくれたんですよね。弱点は鼻って柔らかいんですよ。なのでそこをね棒でつくとこのトカゲは逃げていきます。体をね叩いてももう分厚いね皮膚で覆われているので効かないんですよね。森で出会ったら襲われそうになったら鼻をね攻撃してください。棒があればいいんだけどね、なかったらもう指でですよ。鼻をね攻撃してください。自分一人でもね撃退できましたけどね。見てください、この鋭い爪、これも武器なんですよ。最大の武器は口ですね。でもその口は両手使えばね抑えられるんですよ。尻尾はブンときても、ジャンパジャンパジャンプすればいいですからね、かわすことができます。接近してきても鼻をねつついて顔を抑えることができます。こう掴むわけですよね。で上に乗っかるしかないですよ。上に乗っかって首取って口を押さえるわけですよ。でもね、いざとなったら
木にはね、なかなか登れません。であとは若い個体は木の上に登れますけども、もう2メートル超えたらなかなか木登れないので、大きなコモドオトカゲが接近してきたら最寄りのね、木にしがみついて登った方がいいと思います。コモドオトカゲのほら巣穴掘ってんですよ。私初めてです。これ相当貴重ですよ。コモドオトカゲの赤ちゃんも見つけましたね。これ貴重ですよ。コモドオトカゲの赤ちゃん、ほらほらほら木の上にいましたね。初めて